になるやつだ。え、すげえ、めっちゃすごい、なんか TikTok とか流れてくるんですよ。え、でもそうだよね、クロワッサンって。え、すっごい硬いの。だからちょっとまあ今日はフリオル1部2部あるので、これはねえ、かわいい遠足やん。え、マジでお菓子めっちゃある。え、やばい、駄菓子買ってるやん。え、待って、すごい、え、今日買ったの。え、いや、なんかゲームセンター好きでいっぱい取って。そっか、そうなんですよ、持ってきたんですよ。すごい、え、待って、すごい、すごい。え、これってもしかしてあのこういうやつですか。え、そうです、そうです、取りました。取れないやつだよ、うちら、うちらが。うちが取れないやつ。うちが取れないやつ。すごい、めっちゃお菓子、お菓子屋さんぐらい持ってきてくれて、すごい。遠足やった、ほんまに。プラハより遠足な方がいたわ。かわいい。次、男梅ね。え、男梅大好き。え、同じです。これシートのやつなんですよ。食べたことあります？いいよね。え、美味しい、酸っぱめだよね。え、そうなんですよ。めっちゃ食の好みなんじゃん。え、やばい、めっちゃ合うわ。どうしよう、嬉しいですか。男梅、僕は。じゃあマシュマロ、大丈夫、はい、300円までだけど大丈夫。そうなの。遠足って300円までですからね。超えてるからめっちゃ出てくるもんね。これだけで200円するじゃないですか。男梅で、そうなんですよ。これもこれはなんか梅のシリーズ。梅ベリーさん、ベリーさん、負けなかった。やばい、スラハも負けじとお菓子いっぱい持ってた。嘘。これなんか地球の、私全然ないんだけど、パフェ参加できないですね。うん、聞いてる。これは卵ボール。酔い止め飲んだよ、もう。マシュマロ。お家でご飯もう食べた。なのに買っちゃった。私の好きなの。でも。今がいっぱいある。今日は移動時間が長いプラスね。一二五あるのでいっぱい食べないとなんだ。そうだよ今日。動くので温室が必要です。本当に。なんか可愛い帽子。これは大好きな方と。また紹介しますよ、メールとか。おはよう、かわいい、ビールのやつで、おしゃれ。今日はどんな髪型にしようかな。髪切ってから初の。気をつけて行ってきます。頑張ります。いっぱいあるでしょ。ふぃー、先輩にも配る。爆睡でした。ちゃんと24時回る前に寝ました。水も持参しました。いろはす。メントスいいよね。そう、めっちゃあるね。こんだけあってもまだ家に。じゃんじゃんじゃん。そうだよ、こんだければ多分ね。気をつける、いっぱい寝ます。移動中寝ます。本当に移動中寝ます。私の睡眠時間ほんまにやばい、自慢できないぐらいやばい。オールじゃん、ほぼ。ほぼオールです。え、聞いてください、ブログのやつ計算終わりましたよ、私。ズレの計算。やっぱり2019年の6月19日のブログが提出できていなくて。酔い止め、酔い止めの。それ以外は全部提出できてました。ない、あのなんか日数がない、数とか何日目とかが、え、私はオールめちゃくちゃずれてたんですけど、なんかマネージャーさんにちょっと綺麗にしてた。忘れた。でも酔い止めは飲みました。でもバンド忘れた。バンドドク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 。そう、今日はね、もう起きれないって分かったから、オールしちゃったよ。バンド忘れたからバンドした。オールしました。課題からのオール。え、そうなんですよ、課題こっちの後にオールして。すごい。そう、お近づきにしてるオールだから逆にキンかも。思ってる、やだ。30分ぐらいはでも寝ました。いや、私は24時前に寝てた。大学生だったよ。パパは最近歯ぎしりをする。昨日の夜ね、歯ぎしりをする。ユイのオールって聞かれて、なんで疲労じゃん。そう、お
起きれなかったら怖いから電話かけてって言ったけど、そう結局その電話をかけてって言われてる時間には起きれたって言って LINE 来たからかけずに済んだ。ね、みんなで起こし合って三期生はよく朝の集合に間に合わせてるから頑張った、計算頑張った。でもそうしてくださっている方とかいたんですよ、返信とか見たらね。申し訳ない、全部自分で頑張ってみた、自分の目と手と。おはよう。そう移動で寝ます、ちゃんと移動時間長そう。今日は6月福島県ネックピロー6月からこれで寝れるかなって言うなら起きれた、そう LINE が来たから。そう眠たいすぎる、今日は寝らないよ。徳島でも一周回ってなんか目覚めてるんだよね、怖いよね。ちょっと今日は一部二部あるのでちゃんと寝ます。移動時間でもご飯食べたら多分すぐ寝れるので、またどうしようかな。もうすぐにでも寝れそうです。うん、6月のパセリ、ね、来てくださる皆さん気をつけてきてください。今日ねちょっとね朝ね地震があったそうなので気をつけてください。本当に大丈夫でした、私は大丈夫でした。配信できてるからなんですけど気をつけてください。瀬戸内だったのでね。ああそう、MV 明日公開です。M さん、もう正座待機お願いします。21時。そう、メイクさんに髪型してもらえるからどうしようかな。お出迎えはいません。今日は配信ありません。現地の方のみです。現地のみ。もうだってさ関東から来る方とか起きとかないとだもんね。逆にもう乗る普段まで行きとか、ね、確かにずれちゃいそうな感じでも、まあ多分もう難しい当日に行くのは難しいと思うかもしれないんですけど、当日券販売中なのでお待ちしてます。個人的には2部がおすすめです。そう今日は髪型も1部も2部も出演はするんですけど、まあ、2部のが多いかもしれないかなみたいな。待ってます、よろしくお願いします。あ待ってる、気をつけて来てね。気をつけて、明日は配信あるよ。羽田空港に向かうって方がいるからさ、これはもしかしてバッタリか、ちょっと待って、そんな方同士がいるから見れるらしいから、 SA のグッズぶら下げておきましょう。でさ1,2,3,4,5,6,7,8,9個待ってます。 AKB さんから、ポテトクレープさんが最初の曲をさ1曲ずつやるじゃないですか。桜の花びらって大好きで、私あれをねオーディションで歌ったことがあったから、そうあれをね振り付けで裏でね踊ってるの。そうルンルンで炭水化物あります。あのこれ違うの、今日はお昼も夜もお弁当があるから朝は控えめです。しかも朝普通に家でご飯食べてます。飛行機は指定なんで普通に食べてるから大丈夫ですよ。アナウンスが長いかもし、今日はこれからはただ移動で寝るのでもう控えめなだけです。食べてるものを全部紹介してるわけじゃないから、食べてますめっちゃ。スマホで撮ったりとかあると思うから充電はしてきてね。最初はよく充電なくて、ね、メンバーの朝も早いけどファンの方も早い、それ以上に早いね。物販とかもあるからね、新グッズ待てばー、まあ、新グッズって言ってももう販売はツアーグッズ。今日はねペンライトは持ってきてないよ、持ってこればよかった。可愛すぎるやろ。バッテリーは持ってきた、バッテリーっていうか充電器とイヤホン持ってきた。でも先輩方の花だれ公園で見学行った時はちゃんとペンライト持ってくよ。フードね、そうボサボサだからフード。卒業公演の時ペンライト振りながらさ2曲目とかでもう泣き出してさ。ご案内メール、なんだご案内メール、自己紹介メール、自己紹介メールは毎月3日です。メール継続してます、ありがとう。そう徳島ありがとうございます。
スの座席お待ちしてます。あの画像に印、座席の画像に印がついてるとても嬉しいです。あと私のペンライトは赤と緑なので、お間違いないように。よく見学行くとね、いらっしゃるからね。そうだよね、マジでね、2回ぐらい会いましたよね。でね、めっちゃ話してくれる。そして嬉しい、この間タクシーを出していただいても、本当にありがとうございます。もう全然です先輩、大したことなかったんで。先輩、お、徳島行くよ、待ってます。待ってるよ。嬉しい、褒めらそう。お、15分テロップ出た、ありがとう。今日はすで先輩とも写真撮ったらいいね。15分撮ろう。あ、え、いいですか、撮りましょう。え、撮りましょう、ね、え、撮りたい、撮りましょう。やった予約がもうできちゃった、嬉しい。じゃあ文字を読んで終わります。10年前春のポンマツイさん、16位ワンタさん、15位シオリンさん、14位高野さん、13位福さん、12位まっちゃんキューさん、11位ももさん、10位キピシさん、9位うまちゃん、8位おしずしさん、7位はパッピさん、6位レグルさん、5位ラップリンさん、4位スプーンマンテさん、トップ3、3位ヤシミさん、2位ヤマシンさん、今日の1位はたかしさん、ありがとうございます。で、私はもう配信を切って準備をしますので、皆さんも待ってます。じゃあまた後で、バイバーイ。夜は配信できないから多分また明日の朝です。バイバーイ。ありました。あ、お疲れ様でございます。お疲れ様です。水買いに行こう。ありがとう、うん、頑張るよ今日も。そたろう、もうあるか。うん、いいよ、先に読んで。ありがとう、いつも、うん、できない。それでは今日は後ろで。ああ、できないの悔しい。やっとくね、ここで。では行きます。13位しんいちさん、12位かずのりさん、11位こかじやさん、10位かずのしんさん、9位しんちゃんさん、8位まるさん、7位かいちゃん、6位とにさん、5位ぜっとさん、4位かつおさん、3位ゆうたくん、2位ぷーさん、1位じーつーさん、ありがとうございます。今日は酔い止めのバンドを忘れてしまった、悲しすぎる。それでは誕生日でございます。13位かつぽさん、12位たこすけさん、11位ひたち3号さん、10位ひろさん、9位サイダーさん、8位たむたむさん、7位大崎上島のかずさん、6位アスパラさん、5位たかさん、4位カイトさん、サイヘルムビーゲさん、2位オリクさん、そして1位はエステウサギちゃん、ありがとう。わー、ありがとうございました。ありがとうございました。本日は7周年ツアー in 徳島県、一部2部よろしくお願いします。配信はなくて当日券はありますので、はい、ちょっとでもね、車で行こうかなとか、あ、ちょっと飛行機で行けそうとか、新幹線とか画角が下すぎてって方待ちしてます。あのね、ペンライトが似てる方がね、まひなさんなんですけど、自分この前めっちゃまひなさんのファンの方にリスト送っててペンライトが似てることがあって、なので、うん、あの赤と緑、絶対に赤と緑で、あのアスタグ空通信で座席をポストしてください。だからね、あの練り歩きだったり、まあ、お見送られ会とかで、まあ、近くに行けたりしちゃうかもみたいな感じなので、よろしくお願いします。かーもね、よろしくお願いいたします。徳島楽しみます。いい、おはよう。そうだよ、今日まひなさんの地元だから、もう絶対、まあ今日私のファンライトたくさん、あ、違うってなりそうだから今日もあのちゃんと目をギランギランに光らせて頑張りたい。ギランギランギラン。それでは、はい、配信を終了します。終了します。ありがとうございました。今日は夜が多分できないので、明日の朝か夜か、うん、になると思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。明日の予定はちょっとまだわからないので、予定も未定、予定未定なので、朝か夜かまだわかりませんが今日はもうないです、はい、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい。